修法学院へようこそ。利休居士は茶の湯とはただお湯を沸かし茶を立てて飲むばかりなることを知るべしと歌っています。茶道の基本は一服のお茶碗を飲むことに尽きるとは思いますが、その根本には言葉には表せない精神があります。それは、茶事に食事を伴った茶事がございますけど、茶事の中に込められている重要な心構えというのがあります。一期一会という言葉は皆様もご存知だと思いますけど、これもお茶から、来た言葉でございまして、茶会の、店主とお客の交わりを説いた言葉が表現されたものでございます。自分の生涯において二度とないお茶会でございますので、また一度しかない茶会でありますので、全力投球するということが大事だということを教えられております。稽古というのは何事も厳しいものでございまして、全力投球をすればそこにまたそれなりの反応が返ってまいります。多彩な広がりを持つお茶は総合芸術でございます。また総合文化でございます。広く深い世界を堪能していただければ幸いにご存じます。では早速参ります。お上がりにくうございましたでしょう。もう一服いかがでございますか。ひとまずしまいます。
どうも失礼いたしました。本日はどうもありがとうございました。